と向こうが佐野駅で、あ、電車、踏切、で、お昼ご飯買いました。よし、こっちがあるな。静かな東屋を見つけたので、ここでお昼ご飯、さっき買ったんで食べたいと思います。楽しみ。470円だったかな。これはお稲荷さん、お稲荷さんと卵と、これがかんぴょう巻き、かんぴょう巻きと海苔巻きですね。と醤油が、あ、醤油とガリがついてます。美味しそう。かんぴょう巻き、かんぴょう巻き、うん、おにやりさんでか、三角おいなりさん大きいですね。美味しそう。はい、また近く来たら買おう。うわげさん美味しい。おすすめです。このあずま屋も探してみてください。何川っつったかな、あそこ。片川？なんだろう。ちょっと車だと1台とかしか止めらんないかな。バイクは中まで入ってこれるんで、なかなかいいです。美味しい、おわげさん。かんぴょう巻き、かんぴょう巻きです。うん、おいしい。かんぴょう巻きもおいしい。いただきます。ごまがかかってる。で、卵。いただきます。ん？何だろう。何かな？何かが入ってます。美味しいです。うん、美味しい。酢飯、酢飯が効いてる。卵も美味しいし。うん、おすすめです。またここのお寿司屋さんは、寄って買おうと思います。うん、美味しい。じゃあ、かんぴょうが巻いてあります、これは。いただきます。これ、落っことしちゃったりやらなくからな。うん、美味しい。中は白いご飯で、酢飯が効いてて美味しいです。甘じょっぱい。うん。おいなりさん、揚げうまっ。揚げ美味しいです。
甘めですけど美味しいです。いい天気だ。あ、かんぴょううま。うん、おいしい。うん。皆川区公民館。今日お休みみたい。せっかくなのでちょっと歩いてみることにしました、まあ、そんなに広くはないと思うんだよな。どこで泣いてんだろう。もうちょっと早く来ればツツジがもっと綺麗に咲いてて見えたんだろうけど、もう枯れてきちゃってる。これ梅林なの。へえ、よいしょ。おお、気持ちいい。なかなか混んでなくていいですね。あともうちょっと上、どっちから行こうかな。こっちから行って向こうから降りてくる。よし、こっち本丸。よいしょ。おお、暑い。高っ。よいしょ、よいしょ。はいはいはい。よいしょ。結構階段が急ですね。よいしょ。よいしょ。暑い。よいしょ。お、ついたついた。あれもうちょっと上か。よいしょ。お、なかなかすごい見晴らしがいい。道は整備されてるんで歩きやすいです。ツツジがもう終わっちゃった。もうちょっと早く来れば綺麗に咲いてたろうな。ツツジがもう終わりですね。はあ、おー、眺めいい。ツツジ、よし、あとちょっと。鳴いてる。鳥が鳴いてる。よいしょ。気持ちのいい青空。お、見えてきた。見えた見えた。よいしょよいしょよいしょ。おー、広々、すごい。おー、あー、すごい。着いた、展望台。うわー、すごい見晴らしがいい。ビュービュー、すごい見晴らしいです。あー、気持ちいい。いいな、ここは、たまに来よう。
何何ほう、疲れた。おお、ベンチがあって展望台。座ろう。あ、気持ちいい。おお、いい感じ。あ、筑波山が見える。筑波山が見えますね。おお、見晴らしい。